熊川でございます。この放送は憎しみレコーズからお送りしております。プライベートカーセックスラジオ第23回大団円でございます。この YouTube を使ったラジオ放送を始めて23回目でございます。途中年を越して2021年からですね、今年が不祥経熊川の活動10周年イヤーということで、長らくダラダラとですね、今までに作ってきた音源をこの放送でかけながら、でその音源を作った当時のことをね思い出したりなんかをする時間、オーディオコメンタリーのシリーズをお送りしてきまして、で前回の放送で、ニューアルバムを除く直近作2019年のマキシシングル生活まで行って最終回と、で今回はまあそのシリーズの総括ということで、最新作でございます、この今かかってますプライベートカーセックス、2020年の12月にリリースしたプライベートカーセックスをかけながら、反省会を行いたいと思っております。はい、どうもすいませんでした。ケイ熊川でございます。あーさす、いろいろね撮ってる間にもいろいろね日々は忙しくありながら、いろんなことを感じたり考えたりしながら、当時のこともねもうアルコールで記憶が曖昧なんでね、その辺手繰り寄せながらのシリーズをお送りして10年、これ始めた頃にも述べたんですけど、あんまりねそのなんだろうねアーカイブをこうねほじくり回すことに、そんな大きな意味は未だにあんまり感じては今んとこないんですけど、実は、けどねわかんないからね先行きがね、ね俺だっていつ死ぬかわかんないし、ね足洗うかなんかも嫌になっちゃうかなんかねわかんないですけど、何しろね今までに作ってきたもの自体には意味があるので、それをこういうふうな、インターネットを使ってねアクセスできる場所に、記録と記憶をアーカイブしておくことには今後意味が出てくるのかもしれないと一途の望みで行いました。これからねえそうそうそうだからねまあこれ区切りで今回プライベートカーセックスをかけながらの放送をお送りして、まあ次にね、進むまにはならぬということは結構前からずっと考えて、いるので、そうねだからおそらく、このダラダラしたラジオはねしつこくやっていこうとは思ってるんですよ。不定期になるのかなわかんないですけど、ただタイトル、プライベートカーセックスラジオっていうタイトルは多分今回までで一応一区切りでいいんじゃないでしょうか。次何にするかは本当に全く考えてないですけど、
ね、名前タイトルもうね、だってこんなの俺好き勝手やってるだけだからさ、ナンバリングだけね今回23回、来週は24回になると、うん、24回になるけど違う名前に変えていいかなと思っています。なんかね、直近近況、まあバタバタ、相変わらず貧乏暇なしでバタバタしてるんですけど、ついさっきねネットをチェックしていて、なんか知らんけど、ほらね、大いに素晴らしいことですけどね、この福岡の街にもいろいろ人の入れ替わりがあったりね、音楽を始める人、音楽をやめちゃう人、いなくなってしまう人あるじゃないですか。うん、そういうものの流れの中に一応身を置いているつもりではあるんですけどね、何しろ福岡市内で頻繁にライブを行っているわけではないので、俺自身がね、情報が疎いなとちょっとねショックを今受けているところですね。知らない間にね、お店ができたりとか、まあねえ、こう横のつながりがないもんですから、箱を今ライブに行っている場所で会う人の情報しか持ってないんですね。会って話すことしか知らないから、俺はさ、それはいいことだとは思っているんですけどね。情報、ただこう、で、ほら、なんつったらいいんだろうな、近所で自分が知らない間になんか夏祭りがあってたら、あ、行きたかったなって思うような感じです。なんで、そうね、音楽やライブというものがここね、1、2年でまたさ、変わったように感じる人も多いんじゃないかとは思うんですよね、見る人もやる人も。俺は自身の話すれば、ある意味ではそうだし、ある意味では変わらないですね。そのライブで演奏パフォーマンス、表現をするっていうところに臨む時の態度自体は全然コロナ以前と今と変わらないんですけど、単純に人と会うこと自体が減ったからね、その人と会うっていう方はすごく価値が高いものになったな、なったもんだな、なってしまったもんだなとは思ってますね。演奏とか自分が何をやるか、何をやるかは社会のありようともちろんね、すり合わせるもんだから、多少変化は今後、今もねあるんだとは思います。そうつらつらと、思っていること話しているだけなんですけど、なんだろうな、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、そうだね、まあそのそうですね、俺自分が悪いですね。あんまりそのなんだろう、こうなんて言うんでしょうね、いわゆるミュージシャンの連携みたいなものと程遠くこの10年過ごしてきたので、そのくせそういうところにいないことに疎外感を感じたりする、めんどくさいですよねこれはね、を感じたりもする、なんかこうね、なんでしょうね、お調子者なんでしょうねきっと、ねがね、そういう自己反省がありながら
だから両方ありますよね。やっぱりそのねえ、そういうミュージシャン同士の連携みたいな感覚、連帯、みたいな感覚、うん、そういうものが人間のコミュニケーションの安心につながって、そうすると例えばバンドやるにしても人が集まりやすいっていうことはあるでしょうからね。やっぱりね、そのあたりですよね。俺があのニッチもサッチも行かないのは、うん、そのあたりも含めてね、ちょっと自己反省している、うん、へこんでいるところです。ケイクマ川が、今週はへこんでお送りしています。プライベートカーセックスラジオ、皆様そこの週末は、いかがお過ごしでしょうかね。そうだね、またそうだね、いろいろ厳しいですね。自分が選んだっていう、自分がやってきたことの結果が今なんでね、当たり前ですけどね。そう、きちんと、そこは飲みながら、うん、受け止めて、次へつないでいこうと思っています。はい、今に見てろと思っています。今に見てろっていう言葉が似合う年ではないんですけどね。でも年なんてね、どうにでもどうにでもならんけど、困ったもんですよ。やりましょう。うん、負けず嫌いなんですよ。はい、うん、そうですね、2020年の年末に今ずっとかけてるこのプライベートカーセックスっていう、ライブでやってきた曲、今までの音源に収録していた曲なんかをね、すごく静かに、うん、一箇所も叫ぶところなく、淡々とってわけでもないんですけど、やっているような音源を作りまして、ピロートークのような、そう、うん、これを作ったことで、うん、そうですね、なんかこう、もう俺的にはね、それでオーディオコメンタリーのシリーズもきちんとやったんで、きちんとはやってないけど、終わったんで、まあ、過去10年については、一区切りというところで、もう切り替わっております。次ですよね。終わるだよね。何やろうこれ、俺ねえ、うつうつしいっすか。でもまあ平常運転ですね。そうだね。あ、これ今月ライブやってないからよくないね、これね。ライブ、そう、ライブもさ、さっきの話のこう、なんかなんだろうね、ライブのクオリティをもっと上げなきゃなという、うん、必ずこれをやらなきゃいけないこととして、ちょっとね、ライブ、自分のね、演奏パフォーマンス、自分の表現方法の精度をもっと高めないと、ちょっとこれはやばいなぁと、うん、思っています。うん、足りてないんだろうと、うん、思ってますね。何しろ楽
単純にね、そのスタジオでリハーサルを撮る時間、練習する時間減ってますからね。うん、ギターはなるべくね弾いてはいるんですけど、それとはまた違う回路がライブの時には必要になるので、うん、そうですね、練習をしなきゃというよりもあんまりね、その俺安心はできるのかもね、練習してるとね。どうなんだろうね。うん、ただそのそうだね、ちょっと足りない部分があるな、あるかなと、うん、最近思うかな。うん、なんかこうやってることが何かに寄せていく作業じゃないから、自分の場合なので、どんどん自分のような要素の濃度を高くしていくと、あの時として歌を伝える力のようなものに干渉する時があって、うん、でそのあたりのコントロールをステージ上ではずっとリアルタイムで行いながらやっているんですけど、そのあたりがね、うん、まだちょっと上手くないなと。もっとそのリアルタイム制御がうまくいっているバランスの頃があったので、過去にね、その頃よりも下手になったからとかっていうことではまた多分違うんだよね。マインドの部分がすごく大きくなったから、うん、それとバランスするために必要な電力が来てないなっていう感じです。ちょっと小難しいですけど、なのでその辺のこともしっかりやってね、ミュージシャンですから下手くそなりにそこはね、こう職業でやっている方とも晴れる部分なのでね、しっかりやらないとなと最近考えております。うん、やってみます、それをね。うん、はたまたそのなんだろうね、そのね、作りたい気持ちもありながら、はたまたね、難しい、あのいいかこの話は。うん、いろいろあのね、何でしょう、悩んでいるわけではないんですよこれ。悩むのはね、答えがわからないときに悩む。そうでもないか、答え分かってても人は悩むね。うん、悩んでいるというよりかはできるのかなと思っているっていう、あの冷静に自分を見たときにね、うん、それができるのかなって、まあやらんとしょうがないですけど、そういうような状態、でございます。そうね、なんかこうなんだろうね、そうね、かっこつけて、うん、まあやってみましょう、ね、うん、そう
そうそう、大口叩いた方がいいですか。あんまりね、うん、いやちょっとそのあたりはね、ちょっと頑張って、うん、ちょっと結果をね出したいなぁと思っているんですよ。うん、負けず嫌いなんで、なのでね、まあおっさんがねなんかやってるんです。うん、そういう、頑張りますっていう決意表明でございます。ね、ちょっとダラダラしましょうかね。今の話ですよ。音楽はちゃんとやります。ごめんなさい。サンフランシスコっていうこの曲はライブでやったことがないですね。あ、でも無理だもんな。まあ、無理なこともないか。また、ライブ、今後のライブについては、あ、そうだそうだ、先週の放送で日付を間違ってる旨ツイッターやら、YouTube のコメントの方で訂正をさせていただいたんですけどね、あれ俺直近のライブが5月の16とかなんとか日曜日とかって言って思いっきり言ってるんですけど、申し訳ないです、違いますね。ちょっと待って、資料を見て、しっかりと、訂正をいたします。直近のライブは、はい、直近のライブ、ケイ熊川直近のライブは2021年5月の8日8日ですね、5月8日の土曜日でございます。こちらはですね、今岡洋次郎展桜の美学黄金期をバルハラという副題がついてますね。5月の8日土曜日、18時30分開演、だけど16時開場ってなってますね。あ、そっか、これなんかね16時に開場して、で、もう開場した状態でリハーサルからやるらしいです。公開リハーサルのようなのような話を伺ってます。で、開演が18時30分ということになってるみたいですね。会場の方が福岡市東区箱崎1丁目にございます箱崎水族館喫茶室っていう会場ですね。料金が1,000円、15名様まで入れるみたいですね。うん、そう、このあたりまた、これはね、今岡洋次郎っていうのは、ラッパーの頭なくすですね、彼の主催イベントということで、要請をいただきまして、これに、花を添えるべくケイ熊川が出演いたします。うん、機材周りのことがちょっと分かってないので、そのあたりちょっとね伺いながら、できればエレクトリックでいきたいなと思っておりますね。そうですね、多分これは楽しい感じになるんじゃないかなと思いますんでね、お時間の合います方ぜひ遊びにいらしてください。5月の8日土曜日ですね、やってみます。まずはここからですね、ビシッとビシッとやろうかなと、はい、思ってます。ね、今
年はまたね音源も、うん、ね、音源も作るんですけど、しっかりしたものを作りたいんでね、プライベートカーセックスが個人的にすごく良かったのでのでこれに乗ってね、この波に乗って、いいものを次も作りたいなと、思っております。そうそう、でね、先週の2回の放送どっちかでも、述べたんですけどね、バンドやりたいとかっていうようなこともね引き続き考えては、いましてね、ドラムスがねすごく大事じゃないですか。もうね、ドラムス、いいドラムスがいれば、俺のギターは何倍も良くなるので、まあそういうもんでございますよ。のでね、ちょっと、なんとかなんとか、なんとかしたいと、はい、思っております。ねえ、バンドがあることを仮想仮定して音源を作るよりね、バンドと音源を作った方がいいに決まってますからね。いないから一人でやるしかないんですけどね。だから一人でも戦うんだってやってきたつもりですけどね。どうでしょう。どうでしょう。そう、へこんでるからね。なかなかね、自信満々になるような出来事がないですからね、最近は。ちょっと自信満々に、なりたいなと、はい、思ってますね。なんかこう、あれなんだよ、喋りながら、一応これ、プライベートカーセックスをかけながらの反省会って銘打って いるので、ね、シュッとこのアルバム1枚で放送が終わると美しいんじゃないかなと思いながらだらだら喋ってるだけなんでね、申し訳ないですけどね。まあね、金がないからさ、金がねできたらば、このねラジオの放送のようなものみたいなものがね、動画になったり、いろいろねできることが増えたりなんかするので、お金欲しいなと思いますけどね。なかなかね、貧乏人が金を稼ごうと思うととてもとても大変でございますね。樽を知るのは当然でございます。いますか、なのか、当然なのか、本当か、まあね、少しずつね、なんとか生き延びていくしか、今のとこはなかなかどうして、という状況すだね。いやー、なんとかね、謙虚になるべくなるべく謙虚に、やろうとは思ってます。はい、まあね、性格があんまり良くないからさ、俺いいやつだけど性格良くないからね、別に謙虚っつってもね、いい人ぶるのが謙虚とは違うからね。なんでまあ正直に、コミュニケーションできればと、それは対面のお話でもロックンロールでもね、思っておりますよ。これ反省会だよな。あ、でも反省したいよね。ちゃんとへこんでるから大丈夫です。ねえ、
なかどうして、そうですね、まあ、でもそうか、だから逆に言えばそうだね、これで大断言っていうテーマの反省会っていうテーマでございますからね、その辺の話をするならばさ、やっぱりそのそうだね、2011年に経緯球磨川で、活動を始めてのこの10年間、まあ、自分なりにこうめちゃくちゃやってきて、きちんと自分のように、戦うことができたと自分では思っているんですけど、伴う結果が出たかといえば出てないんですけどね。だから負け戦ではあった、負けた歴史なんだと思いますけども、その中でこう本当にこうなんて言うんだろうな、美しい瞬間に巡り会えたり、美しい人と出会えたり、でそういう人たちと一緒にね、また新しい時間を作ったり、そういうコミュニケーションをね、こうぐちゃぐちゃになるものはぐちゃぐちゃになりながらも、まっすぐ思うままにやってみて、その中でもずっとこうぐるぐるとね、自信を取り戻せたり、愛をもらったり、こう楽しい時間を人と作れるっていうことをきちんと自分の体で体験してみて、そういう意味ではこの10年間っていうのはものすごくラッキーだったなと、幸福幸運だったなと思うっすね、本当に。そうね、それはなんだろうね、奇跡のようなものなので、ね、再現性がないですし、その中でこうね、俺のようなめんどくさい人間がね、わがままを言ったり、がむしゃらになったり、実直に生きようともがいたりする様を、おそらく俺に関わってくれた方たちはそのまま見てたはずなんですよ。ね、その周りからね、うがった見方をされることは当然ありましたけど、そういうクソみたいなやつはどうでもよくて、ちゃんとまっすぐ関わってくれた、人たちには少なくとも俺のことをまっすぐ見てもらえたと、それはね、嘘偽りない、俺の中で真実として あるものなので、何でしょうね、そういう人が生きて、そして生きている人に会う、時に生まれる大きな時間のようなもの、そういうものの積み重ねがアートの美しさであり、結局俺はそういうもののために生きているんだなというのは10年過ごしてみて思いましたね、やっぱり。そうですね、10年前とそれが一番変わったかな。こう人の存在を丸ごと受け止めようと
努力してもがいてでもダメでとかさ、でその時にそれをこっち側としてもね、俺としても情報処理しないできちんとこっちもね、まっすぐぐちゃぐちゃになっていいんじゃないのかなっていうのが世界を使って遊ぶことだと思うので、今になってはですよ、今になってはそういうふうにできてよかったなとは思いますね。うん、集大を去らせてよかったなと、よかったなっていうか、うん、そこは間違ってなかったなと思います。っていう感じで10年間の総括、うん、結局何が言いたいかというと、昔ね、憎しみレコーズっていう名前の自主制作音源のためのねレーベルを作った時にはいろいろあるけれども、やっぱり俺は人間が嫌いなんだっていう意見だったんですよ。うん、で今でもね、うん、もうダメだ人間はと思うことはもちろんあるんですけど、それよりも、うん、俺が生きてる宇宙ですからね、なので俺が話してきちんとつながった人たち、そういう人たちとの心の分け合いで俺の宇宙は進んでいくわけじゃないですか。そのことをね、自分と自分がまとう外側の境界をつんざく線できちんと結ぶべきだということを考えて実践した10年だったと言えると思うんです。でそうするとね、世界の多くのものと自分は違うことを痛感しますから、ね、痛みますけど、でも死ななかったからね、うん、死ななかったから偉いよって思います。うん、ね、そんな感じです。ありがとうございます。10年間ありがとうございました。こっからあと2億年ぐらいやろうと思ってるんで、ねえ、長いっすよ。うん、そうっすね。音源もなんとかね、でももう4月になってるからね、うん、いや年取るとって言いたくないけどさ、年取ると早いっすよね、時間がさ。ねえ、またあっという間に10年経つんでしょうか。そうだね、ちょっと前にも述べたけどね、でもこの先10年間っていうところでまた、自分の中で課題というか目標、うん、みたいなものができたのでね、できたのでその辺のこともね、なんとかかんとかねえ道を見つけながらやりたいと思ってます。そう、そして前の放送で述べた次の音源 The Dark Party っていうタイトル使えない問題、うん、っていうのがあって、うん、すんげえどうでもいい話かもしれないんですけど、いやーまだ何にも浮かんでないですね。タイトルを何に変えるかっていう話があってですね、次に俺が作る音源のタイトルを何に変えようかなっていう話を今してるんですよ、俺が自分で、うん、
その辺もね、ちょっとなんかインプットが足りてないのかなとか思いながら、そう確かにね、そうそうそう、それも一個あるよね。コロナでさ、こうやってねえ、たまにライブもやりながらでやってんだけどさ、ほらそうするとなかなか新しい人たちにどんどん会っていくっていうのが、特にバンドをやってなくてソロだからさ、割とねその近況を確かめ合うような、こう、あ、どうも久しぶりですっていう人と会えたりみたいな嬉しさはあるんですけど、こう人とどんどん出会って世界が広がっていく感じっていうのがなかなか難しい部分もあったりとかもありますよね、うん、なのでそういう初めましての方とかね、ちょっと楽しみに今後もねやりてえなと思ってますし、その時にきっちり覚えてもらえるようにね、何しろ演奏の質、パフォーマンスの表現の、質をもっと高くしないと、ちょっとレベルを上げないとダメですね。うん。そんな目標というか、まあこれはやることですね。うん。そういうことをいろいろやっていく中で、なんとか次のアクションにつなげるとこまで生き延びたいと、うん、生き延びるのが大変ファッキン長くなって申し訳ございません。今回プライベートカース X23 回をお送りいたしました、ね、プライベートカース X を聞きながら10年間の反省、をお送りいたしました。次回から、少しね、改変期ですからね、もう終わったか、少し変わってまたダラダラと、溶けちゃうくらいですよ、いいんじゃないでしょうか。皆様良い余生をお過ごしください、プライベートカーセックスは憎しみレコーズ K 熊川がお送りしました。それでは皆様、ごきげんよう。Adiós. Amén. Oh, yeah.